さあ野村、今日迎えた初めてのピンチ。差は2点です。差は2点。しかも最も怖いバッター宮崎をバッターボックスに迎えます。初球を狙っていった。大きな代打、どうか、入るか、入った。逆転ホームラン。思ってもいませんでした。初球を狙ってレフトスタンド、なんとスリーランホームランを放ちました。いや、満塁ホームランを放ちました。やりました。驚きました。大会第12号満塁ホームランですよ。全く野球というのはどうなるか分かりません。もう9分9厘日本通に勝利かと思ったんですけども、なんと勝負強い宮崎の満塁ホームランが出ました。ベストスタンド中段ですよ。そうですね、大きなホームランです。狙ってましたね。だから野球は怖いです ね。そうですね、やはり長打力のあるこの怖さですね、はい。